はい、どうもこんばんは、ピヌさんです。ご視聴ありがとうございます。ついにね、スイッチ買っちゃった。マリオメーカー2も買っちゃった。まあ、いずれ買うことになるとは思ってたんだけど、この前親戚の家に行ったら、おいっ子がめっちゃスプラトゥーンとフォートナイトをスイッチでやってて、君ら持ってんのみたいな感じになっちゃって、クソ、おじさん負けてらんないなって思ってスイッチ買っちゃった。そして流行りに乗るためにマリオメーカー2も買っちゃったんでね、やっていきたいなと思います。まあね、ちょっとだけプレイはしてみたんだけど、任天堂のゲーム機自体がね、僕スーパーファミコン以来なのね。だからあんまよく分かってない。で、ストーリーモードを進めていこうとは思うんだけど、まず今日はね、世界のコースで YouTuber の人たちがやってるようなことをやります。コースを探そう。うん。あ、ミーはね、なんか適当に作った。後で買えるかもしれない。うん、そうそう。こう、人気のランキングのコースをね、やっていくみたいなことをやりたい。流行りに乗って。じゃあ1位のコースやっていきましょう。遊ぶ。あ、クリア率 9.91% か。結構序盤、最初にしてはきついよね。A と B で、ジャンプで Y と X のどっちかでダッシュってことは覚えたんだ。あ、もう始まった。あー、なるほどね。スピランですね。スピランってやつですね。あー、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 なるほどね。了解了解。これね、YouTube で見てると簡単そうなんだけどね、実際やってみると、むずいね。むずいというか、喋りながらゲームすることって結構難しいよね。集中できないから。とわーいったーあ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 ーいやー負けたーゴールじゃん、ほぼ。ダメか、今の。よしよし、あ。わかったわかった。今のね、スタートダッシュがちょっとダメだったんじゃない ?20 秒しかないから。さっきね、ほぼゴールじゃんね。あーあーあああなあなあ何にも言えてない。はあしか言ってない。間に合え間に合わないスタートだ、スタート。スタートからよし、ゴールまではいけてるんだ。あとは余計なミスをしなければいいんだね。さすが 9.91% のコースやで。あーはーいイエイエイ。よしよし、次はいけるわ。なんだ俺、楽しそうだな今日。わーわー言ってる、ずっと。よしよしよし、ここここ、で次、あー、そう、ここ、あー、よし、これで大丈夫だ。いった、イエーイ。ふぅー、すごいなマリオ。なんか十何年ぶりにやってもちゃんとできんのな。いいね、あ、いいね押してる。いいね押してるってなんだ。やばいなぁ。動画撮る前に一回試しにやったのがここでバレるのか。一回やってました。すいません。じゃあね、やってないコース。こことテーブルテニスとこれやったんだよ。実は今いいわ。やりました。不正。不正だったけど。じゃあね、そうだなぁ。この遠隔操作の達人行きましょう。遊ぶ。あ、でもクリア率 30% じゃん。いけるっしょ。謎解きギミックか。うん。違うんだ。あ、え、違うな。お、ああ、違う。ああ。なんか、やりたいことはわかる。こうだね。そうだ、そうだ。
うん。これは？あ、了解了解。そういうことだね。あ、最後もあんのか。むずい。ああ、むずい。三段目が全然できない。あ、よし、いった。よし、オッケー。え、次は？ん？ P スイッチある。ああ、なるほど。タイミングよくあのツアーだがね。ここだ。そうだね、そういうことか。ん？あれ？あ、なんか多分全然関係なかったんじゃない？実は。あ、クリボーを倒すのか、あれで。これで。あ、もうミスった。なるほどね。ここだ。なあ。よし。で、ここだ。あれ。違うな。あ、よし、行った。オッケー。ん？うん。あ。ドスにね。あー、わかったわかった。これはこういうことね。これで、ドスが戻るまでの間に、あの横の人を、横ドスンを移動させるんだ。よしよし、いった、きり。で、中間。ん？ポウがある。パウだっけ？で、これ上で投げるんだよね。こうい。ん？あ、なるほどね。これで一回死んでもいけると。よし。ん？あ、なるほど。ん？これは、どうやっていくんだろう。あ、なるほどっすね。うん、了解了解。あー、間違ったー。よし。あーあーあー、違う。パニックになってくるね。よし。あー、違う。違うくらい合ってんだけど、タイミング。よーし、オッケー。次は、あ、シーソーだ。あー、そういうことか。ん？なるほど。わかったわかった。ここの土管の前まで、名前わかんないけど、爆弾くんを誘導するわけだね。はい。違う。一回火に当てなきゃいけないのか、これもしかして。あ、そう。むずくない？どうする？ドス来て。違う！ドス来て。よし、ボーッ。離して。イェーイ。お、え、うん、お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 ー、えー、お、おー、びっくりした。なんかよくわかんないけど、よかった。イエーイ。あ、マリオメーカー楽しい。そっか、もっと早くやっとくべきだったな、マリオ。
マリオメーカー楽しいじゃないか。よーし。あー、すごい時間かかっちゃったけどね。いいね。え、いいね。よし。B とね、B と A をよく間違います。よし。じゃあ次は？ゼルダ、ドラゴンズ、なんとか、謎解き、メトロイドワールド。あ、これも試しプレイした気がするな。クリアしたかな。もうちょっと一回やらせて。これね、任天堂スイッチが来て嬉しくて、あの、スイッチの小さい画面で、一番最初にプレイしたステージかもしれない。そうだね、一回プレイしたことあれば、これは。ああ、そう、ないんだ。すごいね、このなんかバグっぽい表現もできるようになったんだね。といっても、ワンなんか僕は YouTube で見てただけなんだけど。よっと。お、滑る気がする、ちょっと。あ、そっか、こういうマップも作れるようになったのか。どうしたらいいんだ、これ下か。あ、ここなんかあるんじゃない？あれ？よっ、なんもないか。入れない。キノコ。あ、持てなかった。P スイッチがあるってことは、あー危ない。 P スイッチを踏むと、これは、いやー、あー、キノコ今取っとこ。こっち行く。あー、行けなかったー。なー、あー、なんか行きたいとこあったー。なんか滑れんだっけ、あれ。滑れないのか。ゴール？ゴールかな、本当にゴールかな。あれ、行ける。あー、そういうことする。あ、入れる。どこ行くの？なんか懐かしいやつがいるな。なんだっけ今の。わーい、やったー。おー、面白い。なるほどねー。よし、いいね。あと最後にね、なんか、とか言うやつやりたい。これ ?20 秒タイムアタック。15.57% だから10回ぐらいプレイすればいけるやつだね。よしよし。だから、ダッシュだよな。Y ボタン押しながら B みたいな。あー、またオンスイッチ押すやつか。ああ、ちょっとシビア。よしよし。これは死んで覚えていく系だね。よし。怖い。怖い。どっか行ったー。そっか、ここはボタン押すのか。何にも喋れないよ、これは。よく喋れんな、みんな。みんなっていうか、ゲーム実況の人すごいね。よーし。ここはね、多分大丈夫で、ここも、押さなきゃね、ダメだよね。なんか冷静になれたな、2回目は。よし、よし。よし、よし。で、ここは意外と大丈夫で、こっから押してく、落ちる。
落ちる、押してく、なあ、押す、ああ、上か、上か、切り返すのか、あそこ。よし、よし、ここは余裕。押してく、押してく、落ちる、押してく、落ちる、大丈夫、大丈夫、切り、ん？違う。なんだ？上じゃなかった。ちょっと待てよ。わからんぞ、最後。どうやったらゴールなんだ？よし、なあ、押してく。お、ああ、なんか、あ、ここにね、あったんだね。危なかったー。イエーイ、イエイイエイ。おー、オッケー、いいね。なるほど、面白いじゃん、マリオメーカー。あ、こりゃ、こりゃ人気出るよ、実況とかでも。ねえ、だって実況とかはね、大事なんだよね。こう、わーわー言ってるのが大事なんだよね。もう一回やってみようか、違うやつね。14.73%。もうやめてもいいかなって思ったんだけど、今日は。あ、楽しい。マリオメーカー、楽しいな。びっくりしたわ。よーし。あー、今の、ちょっとロスった。あー、よしよし、なんとなく癖は分かったぞ。これが落ちる前に、あとは間で、やっぱりこうコインのタイミングで飛ぶっていうのが多分肝だよね、マリオメーカーって。確かね。いやー、届け、うわー、届け、届け、この思い、うわー、おー、ほほ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 ー、いったー、イエーイ。あれ、俺うまいのかな。そんなことないか。ごめんごめん、今おごった、完全におごり。だってもう序盤不正から始まってるから。イエーイ、終わったー。はい。じゃない、はいじゃない、ごめんなさい。遊んだコース数が初めて10コースになったんでね、よだりかけシャツをもらいましたけどね。はい、ということで、マリオメーカー2やってきました。流行りに乗ろうと思って、スイッチ買っちゃったっていうね、ゲームでしたね。でもね、僕今、実況で悪大感と日本大相撲とミリオネアがやってて、結構、ぎゅうぎゅうなんすよ。ぎゅうぎゅうなんで、マリオメーカーはできる時にやります。でも流行りに乗りたいからな、数を打ちたいよね。うん。その辺悩みどころだけどね。マリオメーカー面白いわ。びっくりしたわ。もっとおも、言い方悪いけどもっと面白くないと思ってたわ。でも、テンション上がるな、これ。マリオメーカー取ってから悪大感とか取れば、すごいいいんだな。ウォーミングアップでマリオメーカーをやって他のゲーム実況を取るみたいな。なるほど、そういうことか。へえ、すげえな、任天堂。ということで、スーパーファミコンのね、マリオ以来だね。一応ね、64の、なんだっけ、マリオワールドはね、友達ん家でやったことはあるんですけど、Wii はね、買ってすぐに友達に貸して帰ってこなかったし、うん、久しぶりでしたけどね。今後もマリオメーカー2やれるときにやっていこうと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよならー。